トニちゃんです。さて本日はですね、はい、ということでですね、今日は私のお気に入りのコスメちゃんたちをご紹介したいと思います。それではレッツランお気に入りコスメ。あのですね、お気に入りのコスメ系はいろいろ動画出してるんですけど、リップだったりとかアイシャドウとかも出したかな。まあそんな感じでね、まあコスメを出してるんですけど、今日はね久しぶりにまあコスメ全体、アイシャドウとかリップとかもう関係なしに、これはおすすめっていうものをご紹介したいと思います。でね、私ね自分のこう買ったりするもので一番こうお金をかけないのがコスメなんやけど、一個買ったら同じもの何回も使ったりするから、こうねどん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 新しいものが増えていくっていうことがなかなかなくてですね、まあ言ってさ大学生になってから化粧も始めたしさ、あんまりこうねコスメに対して一番まあ関心がないって言ったらあれないけど、まあなくてですね、基本的には気に入った同じものをね何回も使うって感じなんやけど、まあその中でもねちょっと私が気に入ってるものたちを今日はお見せできたらなと思います。今日はねちょっとゆるっとこう私がねこうパパパって撮りながらちょっとお見せしていきたいなって思います。なのでみんなついてきてよ。ほらいでね、私のコスメ収納はこんな感じですね。基本的によく使うっていうか普段から使うやつはこのポーチに入れてて、この 3C のポーチね、ルルシーがついてます、ハロー、これに入れてて、あとはこの100均のクリアボックスと、これは無印のクリアボックスですね、こんな感じに入れてます。もうこれが全部コスメは全部よね。あ、まああとはなんかファンデーションとかはこういう感じでちょっと入れてるんやけど、あのね私アイシャドウとリップが一番多いよね。アイシャドウだけで言ったらこれぐらいある。ほんまにねアイシャドウはめっちゃ好きでよく買うんやけど、基本的に私シングルアイシャドウが好きだよね、パレットより。でね私がその中でも一番好きなシングルアイシャドウが、じゃまずこちらですね、このアディクションのシングルシャドウがめちゃんこ好きで、と言ってもねこう3つしかないんやけど、こんな感じの色で、これ右から027番、真ん中が094番、シャングリラ、一番左が099のミスユーモアでございます。なんか私はねピンク系のアイシャドウが好きやから、もうこの辺がねめちゃんこ好きなんやけど、まあミスユーモアは結構涙袋に入れると可愛いし、こっちのこのねパキッとした赤は意外とね使える、こうなんかね目尻とかに入れるとすごい引き締まるから使えるし、これはベースとして使うにはめちゃめちゃねこうザクザクのラメで超絶いい感じ。私は基本的にもうラメラメしてるアイシャ基本的にラメラメしてるアイシャドウが好きで、これねよく使ってます。アディクションはマジでもうね年がら年中使っております。でもう一個好きなのがこれやね、セザンヌのやつ、これはねセザンヌシングルカラーアイシャドウの01番です。ピント多分ねアイシャドウ系のね動画でも紹介したんじゃないでしょうか。これ気に入ってる結構マジですごいね。なんかこうアディクションとかよりは全然ラメ感は少ないんやけど、でもね程よいこうちっちゃいプププププっていうラメやからめっちゃいい感じ。これが結構好き。あとおすすめしたいのはやっぱこのねクリオのシリーズやな。もう結構有名よね、このプロシングルシャドウの、これはね P27 のディカフェインという色です。これはね結構ね濃いめの色、このクリオのやつはすごいね。これもおすすめしたいな、めっちゃ可愛いよね。めっちゃさ高発色かつもうラメ感がすごいんよね。冬場とか秋口ぐらいになったら使うからマジで気に入ってる。あとはこのユーアグラムのアイシャドウパレットね、これもマジで使えるからおすすめ。でもあんまり買われへんのかな、もう売ってないんかな、分からんけど。あとねプチプラでおすすめなのはこれやね、ちょっとピンと合わなすぎ、ちょっとしっかりしてくれたもん。これねキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの14番です。このピンク系のパレットね、これはマジでおすすめ。なんかこうピンクメイクをやりたいけどちょっと初心者やからっていう方でも全然使える感じのピンクやからマジでおすすめです。アイシャドウはこんなもんかな。すごい気に入って使ってるのはまあこんな感じで、リップはちょっとリップの動画で出したからちょっと一回置いておきます。でよく使う
っている系で言うと、ほんまにこの年がら年中使ってるのがキャンメイクパウダーチークスの PW41 番です。あのさ、マジでなんかチークを私あのそこつけたことないんやけど、あのチークってなくなるもん、ほんまに。これ全部チークないけど、この辺、これもクリオのチークとか、これもバッキバキに割れちゃったんやけど、セザーヌのチークとか、なんか基本的にまあピンク系が多いんやけど、これはね、あの視聴者さんからもらったやつです、ありがとう。これポール&ジョーのチークとか、これもねキャンメイクの濃いピンクのチークだけど、え、マジでさ、どれもさ、なんか結構まんべんなく使ってるんやけど、チークってマジでなくならんくない？なんかチークそこ見えたことないんやけど、だから多分あんま変わんのよね、チークは。なくならへんし、ずっと使えるから、まあ使おうかなみたいな感じで使っております。あとは私がね、この大好きなこのアイライナーシリーズですね、ウズライナーでございます。私はバーガンディーとイエローとホワイトのこの3本持ってるんやけど、最近はねこのバーガンディーを普通にアイラインとして引いております。ピンクメイクの時はめちゃめちゃ相性がいいです。で、この黄色アイライナーがちょっと私いまいちアイシャドウを見つけられることなくちょっとやっておりまして、まあ強いて言うならこのキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズの16番と合わせてこのオレンジ系を使って使うことが多いんやけど、でもなんかちょっとあんまりしっくりきてない。で、このね白ライナーなんやけど、これねなんかよく何のアイシャドウと合わせればいいんですかっていう質問いただくんですけど、白アイライナーって別に何でも合うと思う。ブラウン系でもいけるし、私は基本的にピンクメイクやからピンクメイクでも合うし、結構ね無敵アイテム。このなんか2つに比べたら全然アイシャドウ関係なしに合わせられるんじゃないかなと思うから、別に普段のメイクにちょい足しでいいと思います。アイシャドウで忘れた、私は毎日最近これ使ってます。エチュードハウスのプレイカラーアイシャドウラベンダーランド、プレイカラーアイシャドウラベンダーランド、はい、こちらですね使ってます。これはもうね捨て色がどれもなく、ほんまに毎日使ってる。まあなんか使うさ色とかは気分によって変えるんやけど、基本的にもうなんかラメ乗っけとけみたいな感じやから私のメイクって。あとはマスカラもね、ここ数年はなんかもうこれがめっちゃ好きっていうの見つけれてないな。でも強いて言うならこのメイベリンのラッシュニスターはまあもうずっと使ってる。ブラウンもブラックも持ってるんやけど、ラッシュニスタ私最近はこのブラウンを使ってます。ブラウンね結構なんやろ、なんかこうちょっと色素の薄い外国人顔になりたい時に使ってます。こんな感じのブラウンちゃんです。今日ちょっと雨すごいんやけど、雨の音入ってたらごめんなさい。で、私はねやっぱ基本的にこのピンクのアイシャドウとかラメがザクザクしてるものが好きなので、コスメを選ぶ時もこんな感じで選んでおります。はい、ってことですね、いかがだったでしょうか。これが私のお気に入りコスメちゃんでございました。ざっくり喋りながら紹介したんですけど、まあぜひねこう皆さんのこうもうベスコスというものを教えていただきたいです。というのも視聴者さんから教えてもらったものもすっごい多くて、マスカラとかもね結構それでずっと使っているものとかもあるので、ぜひね皆さんのおすすめとか使ってみてほしいっていうものをねコメントで教えてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。インスタグラムもやってるのでよかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。